ツイキャスとユーストリームで生配信もちょっとしてるので、はい、コメントとかもちょっと来たら読みながらいきますね。時刻は午後4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間は 79.7MHz FM ギノワンより健康情報番組いきいきライフをお届けします。この番組では皆様からの健康や福祉に関する疑問・質問をお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャス、そしてサイマルラジオでネット配信も行っております。ツイキャスの方ではツイッターと連動していますので、たくさんツイートコメントお待ちしております。またサイマル放送はスマホの場合、アプリ無料アプリのリッスンラジオをダウンロードして聞いてください。パソコンでお聞きの場合は FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからぜひお聞きください。それでは本日もゲストさんをお招きして30分間健康や福祉に関するお話をしていきたいと思います。まずはじめにですが、ギノワン司法健康福祉だよりよりお知らせを2つさせていただきます。79.7MHz FM ギノワンより健康情報番組いきいきライフをお届けしております。お相手は FM ギノワンスタッフの神田玉樹です。それではここでギノワン司法健康福祉だよりよりお知らせをします。4月1日公立放課後児童クラブ入所受付のお知らせです。対象となる児童は、宜野湾市内に在住し、保護者が就労等により昼間家庭にいない、看護、介護、疾病などの理由により、公立放課後児童クラブにて育成が必要と判断された小学校に就学している児童です。入所受付申込書の配布期間は、11月1日火曜日から11月26日土曜日まで、受付期間は11月8日火曜日から11月26日土曜日までとなっております。配布受付場所は各児童センター、永田児童公民館のみ、宜野湾市役所保育課子ども育成係にて対応します。対象となっている施設は、大山児童センター、定員22名、荒城児童センター、定員22名、我如古児童センター、定員23名、永田児童館、定員25名となっております。育成時間は小学校の下校時間から午後6時まで、ただし小学校の休業期間、夏休み、冬休み、
春休みなどは午前8時30分から午後6時までです。保育料は月額5000円となっております。続いてのお知らせです。ヘルシー料理教室のお知らせです。毎日の食事で好きなものや同じものばかり食べていませんか？食生活改善推進委員ヘルスメイトさんと一緒にお料理を作って食育について考えましょう。ヘルシー料理教室の日程は11月12日土曜日午前10時から午後1時までです。講話と調理実習があります。場所は保健相談センター。対象は市内在住で40代までの方とします。参加費は500円です。申し込み期間が11月4日金曜日までとなっております。お申し込みは電話または窓口で受付してください。お問い合わせお申し込みは保健相談センター 898-5583 までお電話ください。以上、キノワン司法より情報をお伝えしました。 CM の後はゲストさんをお招きしてトークしていきます。20秒ですね。この時間は健康情報番組いきいきライフをお届けしております。早速ゲストさんをお招きしてお話をお伺いしていきたいと思いますが、今日もですね、皆様からのメールやコメント質問などいろいろお待ちしておりますので、ツイキャスの方のコメントだとかとメールでいろいろ質問などありましたらお気軽に送っていただきたいなと思います。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。それではゲストさんを紹介します。本日はですね、眠りの駅から大山玲子さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。眠りの駅ということで、はい、沖縄県内に在住の方は店舗ですね、何店舗かありますので見たことある方もいらっしゃると思うんですけれども、お店の紹介とあと大山さん自身の紹介をちょっとしていただきたいなと思います。はい、わかりました。私はですね、眠りの駅で広報担当しております、はい、大山と申します。眠りの駅は最初宜野湾のはい、方で、マシキの方ですね、はい、1号店ができまして、 あそこが1号店だったんですね。はい、1号店になります。眠りの駅を開設した理由っていうのが、はい、やっぱり睡眠っていうのは、うん、健康づくりの中ですごく食事運動とともに大切な役割を持っているということで、睡眠の、はい、眠りの専門家として、うん、沖縄の皆さんの睡眠をサポートして、はい、皆さんに健康になっていただきたいという願いを込めて、うん、はい、作ったお店なんですね。へー。なので
寝具屋さんっていうイメージがすごく強いと思うんですけれども、うんまあ、寝具ももちろんあの枕、敷き、敷布団、掛け布団と販売はしていますけれども、はい、あのそれ以外のちょっとしたねあの、うんうん、もう最近眠れなくてとか、うん、夜中によく起きてしまうんですよっていうあのお悩みとかの相談も受け付けてまして、うんうん、あのもう気軽にお話ししながら睡眠の大切さを、うん、あの案内とか、はい、させていただいてます。県民の皆さんの眠りをトータルサポートしているということですね、はい、ありがとうございます、ですね、いろいろ先ほどお話をお伺いしていたんですけれども、まあ、先ほどもありましたように眠りが、人生、まあ、健康にとても深く関わってくるということで、うん、皆さんの眠りをサポートするために、まあ、寝具の販売であったりだとか、まあ、また寝具だけでなく最近ちょっと流行っているのアロマとかね、そういったものを販売していったりしているということなんですけれども、まあ気になるところはやっぱりこの寝具の選び方とかね、ここ気にした方がいいよっていうところとかあるのかなっていうのがね。そうですね、もうあの気になりますね。まあ、眠りの駅にいらっしゃるお客様の中で、はい、一番あの探しにいらっしゃるのが多いのが、はい、あの枕になるんですけれども、重要ですね。そうですね、よく枕が変わると眠れないっていう方もいらっしゃいますけれども、うんうん、まあ、それぐらいですね、あの、まあ、誰にでも合う枕っていうのが、はい、世界にも本当に全然ないんですね、うんうん、なのであのやっぱり人っていうのはのそれぞれの体の作りであったりとか、はいはいはい、うん、あるいはあの肩が痛いとかあのヘルニア持ってるとか、うん、あとは、まあ、敷き寝具の組み合わせによっても、うん、枕の選び方変わってきますし、あと寝姿勢ですね、うん、はいはいはい、仰向けで寝る方、横向きで寝る方、うん、あとうつ伏せで寝たりとか、うん、よくいらっしゃいますよね、はい、もうそれぞれの眠り方、やっぱりリラックスして眠りたいと思うので、うん、あのこういう寝方が正しいですよって言って無理やりその寝方であってもその方の好きな体勢じゃなかったり、やっぱり眠れなかったりするの で、うん、その方の眠りに合わせた、うん、あの枕であったり、うん、あのお布団を、うん、あのアドバイスするんですけれども、ま、枕の場合は一番、はい、あの多いのが、うん、皆さん高枕って言って枕が高すぎる、うんうんうん、ね、方が結構多いんですね、はい、私もこの、うん、高い方がいいんだと思ってたんですよ、うん、多少はちょっとこの高さがある方がいいと思ってて、はい、でも別に高いければ高いほどいいってわけでもないし、ないです、ね、やっぱりすぐ、うん、あの枕高い枕使ってると分かりやすいのが、はい、ま、頭がこう上がるので、うん、あの首元ギュッてしまってよく女性この首のシワ気にされるんですけれども、首のシワがもう出てるっていうことは、そうです、ね、枕が高くなって、ね、まあ、シワが出るだけがデメリットではなく、うんうん、あのやっぱ首元には気道、呼吸をする管がありますので、はいはいはい、うん、ここが塞がることで息がしづらくなって、うん、酸素が脳に行きにくくなったりとか、まあ、男性に多いのがいびきですね。あ、うん、あ、いびきもやっぱ関係あるんですね。いびきも、はい、関係してきます、うん、まあ、いびきの原因は枕だけではないんで、あの病的なものとかもあったりするので一概に言えないんですけれども、うん、やっぱり書きやすくなります、うん、なのでそうですね、あの最近はまたあのストレートネックっていう方が多くて、パソコンですとかスマホ使うことで、はいはいはい、あの首がこう固定されてしまって、うん、もともと首にあるカーブがなくなってしまう方とか多くて、うん、こういう方をですね、あの枕がどんどん低くなっていくんですよ、はい、カーブを埋めるためのものが枕なんですけど、そのカーブがなくなることで枕が低くなって、うん、それでやっぱり普通の市販の枕でなかなか合わないという方が多いんですね。うん、その方の体に、自分の体に合ったものを選ぶっていうのがすごく大切になってくるので、はいはいはい、まあ、それで眠りの駅の方では、うんうんうん、もう実際に横になっていただきながら、はい、この方の寝姿勢を見させていただいて、それに合わせて、あ、うん、あと、ね、寝方ですとか、うん、寝返りをどういうふうに打てるかなっていうのを見ながら、はい、うん、あの調整とかご案内させていただいてます。じゃあもうあの、まあ、ツイキャスの方でコメントも来てるんですけど、はい、やっぱオーダー枕、うん、っていう形にちょっとなってくるんですか ね、枕はやっぱり、うん、あの、まあ、オーダーじゃないと必ずいけないっていうわけでもないです、うんうんうん、もちろん例えば500円で売ってる枕でもその方にぴったり合ってれば、うん、まあまあそうですね、全然大丈夫なんですけれども、うんうん、やっぱりなかなかそううまくはいかないということで、うん、なのであのオーダーっていうよりもですね、はい、あのオリジナルで作られた枕を、はいはいはい、抜いたり足したりすることで調整させていただいてますので、 その日でですね、うん、あのこう合わせて調整してお持ち帰りいただけますので、そうですよね、はい、このオーダーしないといけないのかなって思うと、うん、ちょっと届くまで1週間とかちょっとかかったりして、はい、またその間まだ今の眠りが続くのかとか、はい、ちょっとね、ちょっとやきもきしますよね。けど
もうこのお店に売ってるもので、うん、ちょっと中身を抜き差しして、はい、自分に合ったものが作れるってなったら、はい、その日で持って帰ってきますよね。でもちろん、まあ、お買い上げいただいた後、うん、まあ、しばらくこう、はいはい、であのその枕の高さでしっかり自分に合って、うん、あ気持ちよく眠れるって方もいらっしゃいますけれども、はい、その後ですね、やっぱり長い間使っていくうちとだんだんへたってきたりですとか、うんうんうん、あるいは敷寝具買い替えたりとかで、はいはい、環境が変わったり、あとはもう怪我したり首を痛めてしまったって、うん、もうあの同じ枕がそのままずっと使えるかで言ったらそうでもないので、うん、高さが変わったりとか違和感感じた時にですね、あの、まあ、その後もぐっすりお買い上げいただいた後もぐっすり眠っていただくために、うん、はい、アフターサービスとして、うん、あの再調整ですね、枕の高さの調整も、はい、無料で行っていますので、うん、あの、まあ、眠りの駅で以前枕買ったけど最近ちょっと合わないなっていう方もぜひいらしていただければなと思います。あのご案内はしてるんですけど、うん、忘れちゃってる方とか中にいらっしゃるので、なかなか1回買った枕はもうそれでいいと思いますもんね。予約とか、うん、あの料金も出ないので、はい、本当に一度相談に来ていただければと思います。はい、やっぱり違いますよねきっとね、はい、あと今ちょっとふと思ったんですけど、はい、やっぱ枕の使い方が私正しくないのかなとかちょっと思ったりして、うん、はい、なんだろう、枕でやっぱ寝るってなるとどうしても首のもう上、はい、本当首と頭の付け根ぐらいをこの枕のこうちょっとした出っ張りに乗っけて、はい、なんか普段寝てるような気がするんですけど、はいはい、先ほどあのおっしゃってたように首と肩のこのなんていうか、この隙間を埋めるっていうのが本来の枕の使い方なんだとしたら、私の使い方ちょっと間違ってるのかなと。そうですね、首 の, あのこの隙間を埋める、はい、埋めてやっぱりあのこう支えが入ることで、うんうん、あの普段こうまっすぐ立っている時っていうのは、はいはい、筋肉を使って頭を支えてるんです ね,、うん、ですね。これをやっぱり眠る時に筋肉をリラックスさせることでちょっと、うん、あのぐっすり眠れますので、はい、ここに隙間が空いてしまうとどうしてもあの力が残ってしまって入ってしまうので、はいはい、なかなかリラックスできないんです、うん、なのでやっぱここの隙間をしっかり埋めるってことが大切なので、首元しっかりちょっと肩から当てたり、そう肩のすぐ上にこう枕を当てて、うん、そこに全部頭を乗せるという形が、はい、そうですね、肩のところからくっつけて首元もしっかり入って、でここでやっぱり首元にしっかり合わなかったりですとか、うんうん、首元スカスカするようでしたら、はい、支えが足りなかったり、あるいは高すぎっていうことになりますので、うん、そうか、そう、なるほどなるほど。ちょっと今日の夜からちゃんとはい、ちょっと一度当ててみてください肩にフィットさせて、はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。でいろいろ今枕の話、ちょっと寝具の話をしていただいたんですけれども、ですね、この枕とか寝具とかで気になるのはあの洗い方といいますか、やっぱ晴れた日にこう外にバッと干したらいいかなとか思うんですけど、そうですね、このケアの仕方っていうのがちょっと、ね、はい、ありましたら、はい、まあ、これからちょっともう本当に今日あたりから急に寒くなってるの で,、うん、でね、冬のお布団とか、うん、あの出して使おうということで、まあ、今日ちょっと曇ってますけれども、うん、晴れたら干そうと思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、あのカンカン照りのですね、強いお日様の下で干すっていうのは、はい、実はあの布団にとってあまり良くないんですね。なぜかというと、あの紫外線が含まれてますので、はいはい、紫外線っていうのはあの物を劣化させる、はい、あの成分ことになりますので、そのままあの日にガンガン当てるのではなく、はい、あのお手入れ的にはですね、あの日陰干しで風通しのいいところで、うんうん、特に今日とかいいと思いますよ、うん、ね、はい、ちょっと風もありますのであの風を通して中に溜まった水分を飛ばしてあげるっていうのがまず、なるほど、はい、いいですね、うんうんうん、であのまあ、日に当ててダニを殺したいっていうあの意味もあって日に干す方が多いと思うんですけれども、うん、やっぱり日に当ててもですね、影になってる部分、はい、温度が低い方に逃げていっちゃうんですね、うん、なのでなかなかあの日光干しするだけでは、うん、ダニっていうのは殺すことはちょっと難しいです。さらにダニは殺せてもですね、はいはいはい、中にあのダニの死骸ですとか、うん、糞が残ってたら、うん、やっぱお布団をかぶった時にですね、ブワーッとあの、ね、はい、舞い散ってしまって、それを結局吸ってしまうことになるので、うん、もうまず取り除くことが大切になります、はい、なのであの、まあ、眠りの息の方では、うん、寝具の販売だけではなく、はい、こういった、まあ、眠りのトータルサポートということで、うん、お手入れもさせていただいてるんですね、うんうん、なのであの
まあ、専門的にお手入れで中に溜まったそういった汚れをまず取り出すことが、うん、あの根本的なお手入れになるので、まあ、日陰干しでね風通しあのこう当てて通気性するのは日頃のお手入れで、まあ、最低でも、まあ、予防みたいな感じですね。そうですね、半年に一遍ぐらいは専門的なクリーニングすることで、うん、健康的にお休みいただくことができるんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。で今ちょっとねメールが来たんですけれども、はい、また今からちょっとお話ししていただこうと思ってたことと関連してくるんですけど、はい、ユニオンの向かいの新妻さんという方から、はい、メールをいただきまして、はい、そうですね、旦那さんがですね、夏は特に暑いと言って、はい、2、3時間おきに起きては、リビングに行ってコーラを飲んで、はい、ベッドに戻ってきて、クーラーを一度下げて寝て、はい、また暑いと起きての繰り返し、うん、はい、で、この奥さんの方はよく眠ってらっしゃるんだと思うんですけど、うん、朝方起きるとクーラーがもう寒すぎる状態になってるそうなんですけど、はい、だからこの眠る時の温度調節のアドバイスがなんかあったら教えてください、はい、ということで、そうですね、はい、まあ、夏場と、うん、そうですね、男性の方がやっぱり体温高いので、ね、よくの、ね、あの寝室問題ということで、うん、奥さん寒がりで男性は暑がりでっていうのがあるんですけれども、ね、やっぱりこの暑さの調節っていうのも、はい、もうクーラーとかでどうしても寝苦しいので我慢してやるよりは下げて、うん、ちゃんと冷やして眠ることは大切なんですけれども、はい、あまり今度冷えすぎるとですね、うん、体にも良くないですし、眠りの質にも関わってはきますので、うんうん、だいたい2時間ぐらいですね、はいはい、眠って2時間ぐらいでタイマー切れるようにしていくと、うん、朝になるにつれて気温上がってきますよね、うん、で体温もこう上がってきますので、はいはいはい、目覚めやすくなるんですね、うん、なので、まあ、夏場はだいたい25度ぐらいですね、はいはい、25度前後、うんうん、ちょっと涼しめに、ちょっと涼しめにしてあげて、うん、であと旦那様が暑がりということだということなんですけれども、うん、やっぱり暑い原因っていうのが蒸れなんですね。あー、なるほど、はい、なので蒸れにくい、はい、やっぱポリ化学繊維とか入っていると、はいはい、汗を吸ってこう蒸発させる力っていうのが足りなかったりするの で、うん、うん、汗をちゃんと吸いやすい、うんうんうん、天然素材の例えば綿であったりとか、うん、夏場だったら朝ですね、朝の繊維、はい、朝はもうシャリ感もあってヒヤッとしますね、うん、それだけでも結構涼しさも出ますので、うん、そういった汗をちゃんと吸って発散させる通気性のいいものに変えるだけでもだいぶ変わってくると思いますし、あと、まあ、起きてコーラ飲むって言ってるんですけどコーラはカフェインが入ってるのであ、はい、その影響も多分ちょっとありますよね。はい、やっぱり寝る前は、うん、よくお年寄りがね寝る前は夜はお茶とか飲んだら眠れなくなるからって言いますけれども、やっぱりコーラとかコーヒーとかはどうしてもカフェインで眠れの質を悪くするので、眠りを気にされる方はカフェインが入ってないハーブティーですとか、まあ、沖縄ですと月桃のお茶とか、あ、いいですね、はい、あと沖縄昔から伝わるんですね、鈍い茶、鈍い草っていうのがあるんですよ、乾燥、そうです、乾燥、乾燥は眠りの質を良くするので、うん、はい、うちの方でもお茶扱ってるんですけども、ね、はい、乾燥のお茶とかはカフェイン入ってないので、うん、そういったものを飲んでいただいて、うん、より眠りやすくするっていう方法もあります。こう私、まあ、ちょっと今から冬になってくるのであれなんですけど、やっぱ暑いとパジャマも着たくないみたいな、はい、ありますけど、うん、やっぱそれもなんかこの逆に結構通気性のいいパジャマを着て眠った方が、はい、うん、涼しい感じにもなって眠りやすいってこともありますかね。はい、結構男性とかね、もうパンツ一丁でっていう方多いですけども、ね、で何も被らずになると、うん、汗がもう出てきてですね、はい、ベタベタ状態になるんですね。でそれはやっぱり暑苦しい原因になるんですよ、うん、かえってちょっと薄手の汗を吸いやすい、はいはいはい、シャツとかをちゃんとパジャマを着て、はい、眠ることで汗を吸わせて発散させることで、うん、さらっとした寝心地になるので、あ、なるほど、やっぱりちゃんと着た方がいいですね。あとやっぱり、うん、まあ、冬場はトレーナーとか着る方多いんですけど、うんうん、やっぱ暖かくなりすぎるっていう面もあるので、あ、そっか、眠る時にですね、はい、朝一番体温が低くて夜に向かってこう体温が上がっていくんですね、はいはいはい、である程度まで来るとストーンと下がるんですよ、はい、これは眠る時にこう下がります、うんうん、でこの下がるリズムを、はい、つけてあげると深い眠りに入りやすいんですね、うん、あ、なるほど、うん、なんですけれどもやっぱりそこで
だってまあ冬になってまあトレーナーとか厚手のものを着て着込んで寝たりとか、あとまあこれから電気毛布使ったりとか暖房器具使って寝てしまうとですね、この体温調節、このストーンって下がるべきところで下がれなかったりすると眠りも浅くなってしまって質が悪くなってしまうので、やっぱりちゃんと体温が下がるように暖房もタイマーを使って、暖房もちょっと ね途中で切れるように1時間ぐらいで切れるような感じで使っていただいた方が冬の眠りは大切ですね、うん、温めすぎも良くないですね。良くないですね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、さあ今日もいろいろお話をお伺いしていったんですけれども、時間もちょっとあっという間ということで、はい、あと1分ほどなんですけど、はい、ちょっとだけあの、はい、なんでしょう、お店の紹介、お電話番号とかありましたら教えていただきたいなと思います、はいはい、そうですね、眠りの駅はですね、はい、現在、4店舗ございます、はい、那覇のおもろ町にあります眠りの駅那覇本館、はい、で八重瀬町役場の近くにあります八重瀬店、はいはい、石首里の石峰駅 の、 あの、はい、バス停の近くにあります首里石峰店、はい、また浦添のパイプライン沿いにあります浦添店ですね、はい、こちら4店舗ありまして、はいはい、あのお問い合わせがございましたらあのフリーダイヤルで、はいはい、0800-919-0843、はい、最後がお休みになっておりますので、はいはい、でまた住むと出るんですか、あもうちょっと時間がなさそうですね、はい、そうですね、すみません、はい、いえいえ今日も、お付き合いいただきありがとうございました、はい、また来週この時間にお会いしましょう、さようなら、ありがとうございました。1分はなかなかあれじゃないですか、肌高くないですか